はいどうも、ざまと申します。プライマルハーツ続きの方をやっていくんだけど、さあ、今回、ゆずきさんが何やら、機嫌が良さそうですね。鼻歌ふんふん。じゃあ見ていきましょう。最後の方、トロトロだな。上機嫌で鼻歌を歌っている駒形と一緒に坂を降りる。お昼休み忙しくてよかった。ご飯を食べる時間がなかった時はどうしてこんなに大変なのって思ったけど、おかげで君をゲットできたもんね。ゲットされちゃいましたね。胃袋と心をな。食い物で釣られた代償は結構大きかったが、駒形も喜んでいるみたいだし、まあいいか。それだけの価値があるうまい弁当だったしな。まあ主人公のために作られたものではないとはいえ、やっぱ手作り弁当だもんな。それより大丈夫なのか？飯を食う時間もないのにさらに仕事が増えてたぞ。平気平気。アンケートを作ったり、キャンプファイヤー用の組荷の値段を調べたりするだけだし。マジで人増やせよ。月下界マジで人増やす気ないのかな。この後バイトもあるんだろ？うん、働きますよ。もりもり稼ぎますよ。いやーマジでマンパワーが足りなすぎる。そう言っていつものように明るく笑う。相変わらずの元気印、見ているこっちまで釣られて元気になるくらい眩しい。ま、弁当分は手伝うから行ってくれ。お？それなら明日から君の分も作ってこよっか。おっと？そしたらこのまま月下界に在籍してくれるかもしれないし。それはもう水あのりの上位互換になっちゃうね。なんならじゃあ彼女になってプラスアルファ手作りだったらもう在籍どころか席までみたいなね。やめておきましょう。どんどんと金を貸し、最後に貸し剥がす悪徳金融のような手口だぜ。まんまと罠にはまったね。仲良くなったなこの二人も。ひぃ、恐ろしい。この世で一番恐ろしいのは生きとる人間やで。地獄の沙汰も金次第、逃がしまへんで。なんでネタ知ってんだよ。ゆずきさん、そういうネタも知ってんのかい。南の取り立て帝王ゆずキングが追いかけてくるよ。ちょっと何その変な名前、ハマりすぎてて怖いんだけど。まあでもそうだよね、もう今の世代の人は南の帝王とかわかんないよな。そんなこんなでふざけ合いながらラプンツェルの前まで来た。悪徳金融ごっこも楽しかったけど、ユズキングともそろそろお別れだ。ユズキングな。弁当うまかった、ありがとな。うん、こっちこそありがとうだよ。だってあんなに美味しそうにパクパク食べてくれたんだもん。駒形らしい返しに胸がじんわりと温かくなる。それじゃあまたね。そのさ、ちょっと恥ずかしいが、こういうことははっきり言っておかないとな。息を大きく吸い込み、覚悟を決める。なんだ、告白か？さすがに。今更だけど、友達なんだから、弁当なんてなくても、いつでも協力するから。だから困ったら、すぐに頼ってこいよ。ありがとう。なんだろう。君ってずるいよね、いろいろと。ずるいと思う。臭すぎたか。いやでもなんか今のはなんかかなかな強な感じでよかったな。素直な感じでかなかな強スタイルで、こういう時こそ学習したナンパゼリフでおちゃらけた方がよかったんだろうか。いやーそっちの方がいいぜ、あのかなかな強スタイルの方が。私もね、もし手伝ってくれなくてもお弁当あげたよ。それは分かってる。どう見ても倉賀野さんに乗せられてたからな。ううん、そうじゃなくて君に食べて欲しかったっていうか。おっと、だからそういう意味でも嬉しくてさ。って何言ってるんだろうね私。ちょっと今のは忘れて、お願い。付き合うしかないだろこれもう。頬を真っ赤にしながら手で顔をパタパタと仰いでいた。それじゃあバイト
頑張ってきます。おお、頑張ってこいよ。小走りで店内へと入っていく後ろ姿に、俺は力いっぱい手を振った。そのまま行くのか。ずるいのは駒形の方じゃないか。だってあんな照れたような顔で言われたら、思わず勘違いを起こしそうになってしまうよな。確かに。ああ、まだドキドキしてるぜ。気がつくと夕日が沈みかけ、茜色がかった空が徐々に薄暗く変わっていく。それでも俺の頬だけはまだ真っ赤なままだった。なんだ最後のオツな感じ。ゆずきね、ゆずき。ゆずき。ん？もう朝か。この頃、ずいぶんとゆっくりな朝が続いていた。一人の生活に慣れてきたのか、はたまた疲れが溜まっていたのか。よし、起きるか。大きく伸びをしてベッドから飛び降りる。サボり気味だった朝の運動も兼ねて、公園にでも行きますかね。また、ご家族に会いたいな。ねえねえ、あそこにいる。お兄さんがさ、変なことしてるよ、みたいな。また選択肢出てこないかな。ああ、いい汗かいたぜ。公園の周りをジョギングしようへ、スポーツタオルで汗を拭く。あ、でもここも久しぶりに来たな。あんま来ないよな、ここ。公園もいい、空気もいいし、ロケーションもいい。ジョギングするには最高の場所だな。どれ、もう一走り行きますか。ねえママ、お兄ちゃんマラソンしてるよ。あれはマラソンじゃなくてジョギングっていうの。マラソンはもっと長い距離を走るのよ。人生と同じくらい長いの。どうしたの。さあどうかしらね。ママの人生はずっと助走しっぱなしだからよくわからないわ。助走しっぱなし。なんだその意味深な。深い話だな。そんな話も聞きながらね。さてこの後どうするかな。あ、なんだこれ。入るか走ってみるか。俺もあんま関係ないんだろどうせ。今までの選択肢でなんか関係ありそうなの、ナポリタンかカレーかと、かのやつぐらいだよな。あんま選択肢関係なさそうなんだよ。まあ、とりあえず駅前まで走ってみるか。こういう時は。ええか。もうちょっとだけ走ってみるか。はぁ、思ったより距離があったな。早朝の駅前はまだ人もまばらで、お店もほとんど開いていない。さすがにいないか。あ、ゆずきさん、駒形に初めて会った時犬の散歩をしてたから、もしかしたらなんて思ったけど、そんな偶然はないか。立脇氏、おお、こんなところで何やってんの。まさかの。おはよ、今ジョギングしてたとこ。そっちは向こうのホビーショップで限定フィギュアの早朝販売があるんだよ。頑張れ。マジカルミホノのライバル、猫耳戦士ネココ、ホワイトバニーバージョンを手に入れるチャンスなんでござる。猫耳なのにバニー、何のごちゃ。よくあるよな、そういうの。おっと、早く並ばなくては。じゃ、また学園でね。おう、またな。こんな思わぬところで友達と会うとは。それにしても、これから学園があるのに、その前に店に並ぶその気力がすごいぜ。そういうところでね、もう、そういうところだけはオタクは力を発揮するからな。朝早く起きて、並んだりとか。そこまでハマれるものがあるっていうのが、素直に羨ましくもある。さてと、それじゃあ俺は帰ってシャワーでも浴びるか。おー。これで分岐になっちゃうのかな。ミザノリーベンとか。どこだここ。じゃあ一旦じゃあもう一個選んでみる？逆の方。ああ、じゃあ家に帰ってみるか。十分走ったから帰るとするか。お、立
ってわけじゃん。ビッチ、こっちが正解だったか。ビッチちゃんじゃないですか、少女ビッチちゃん。あれ、こんな朝早くどうしたって、もしかして朝帰り？え、あ、うん、うん、まあそんなとこ。そんなはずがないくせに。さすがビッチさん、っていうか都会の女の子が進んでるな。これが噂の夜明けのコーヒーってやつか。まあそれはともかく、おめえこそそんな格好で何してんだ。ちょうどジョギングの帰りでさ。ああそこ俺んちなんだ、と言いつつビッチさんの後方にあるマンションを指さす。マジか、あそこって結構お高いマンションなんじゃねえの。あ、そうなん。さあ、おかじゃない、親が借りてくれたところだから、その辺よくわからなくて。ふん、おめえって実はボンボンなん。あ、てかさ、この主人公ね、こう家族関係の話とかちょこちょこ出てくるけど、実際どうなんだろうね、そこら辺とか。どうかな、贅沢してるって実感はまるでないけど、そのお母さんの方だよね、義母。親父と二人暮らしだった時はどちらかといえば製品こそ美徳みたいな、うん、生活だったからな。山にこもって山菜とか食べてたし。そんなワイルドな感じなの。まあそれもお母様が来てからいろいろと一変したけどさ。お母様か、食事とかも適当なもん食べてるぜ。おいおい、ちゃんと栄養足りてんのか。お、多分足りてると思うぞ。いたって健康体だからな。しゃあねえな、男の栄養足りてるは信用できねえんだよ。ほれこれやっから食っとけ。わあ、いいなこれ世話焼きなところ。そう言ってみずみずしいオレンジを渡される。オレンジ、セール品だけど品質はバッチリだから、ビタミン補充しとけよ、風邪とか引きづらくなっかんな。お、ありがとう。今更ながら気づいたが、ビッチさん買い物袋ぶら下げてるじゃん。おー、家庭的ビッチだ。それじゃあこんな朝に買い出し、朝一で買い出しをするビッチなんて不釣り合いな組み合わせなんだ。朝一で買い出しか、ま、買う時間がないってことなのかな。んじゃ、妹たちが腹すかせてっから、またな。長ネギがはみ出し、ジャガイモが透けて見えてる買い物袋をぶら下げながら去っていく。何つくんだろうね。服装を見なけりゃ完全に主婦だよな。いいお嫁さんになるよな。あんなビッチビッチしてねえ、押されると弱いんだろうな。絶対最高じゃん。しかし前に不良たちに絡まれてる時も思ったけど、ビッチさんって制服以外着ないのかな。あー確かに私服がね、あんまり見ないよね。私服姿とかどんな感じなのか一回見てみたいものだ。どんな感じなんだろうね、見れんのかな。どっかのルートで。放課後、キャンプファイヤーに使う組木の剪定のため駒形に付き合って材木屋へ来ていた。いらっしゃい。おお。電話した愛の島学園月下会のものですが。はあ、好きなだけ見てったよ。店主に促され材木を確認する。君はどう思う？私じゃ正直言ってよくわからなくて。まあだからついてきてもらったんだけどさ。ワイルド担当か、結構いいんじゃないか。きちんとカンナ掛けされてるし、中もしっかり詰まっているように見える。なんかほんと専門家みたいな感じだな。あえてケチをつけるとすれば、キャンプファイヤーで燃やすにはもったいないくらい質がいいということだ。うちは国産しか使ってないからね、品質は保証付きだよ。去年よりも高くなってますよね。今さ、木材の価格が高騰しちゃってるんだよね。悪いけどこれ以上の値引きは勘弁してくれ。まあ、林業ね。お店を出て駒形と相談する。物はいいだけにその分値段が張ってしまうのがネックといったところか。あの値段だと予算に収まらないから別のお店も見てみよう。お、
それじゃあ次の店はと、携帯端末を起動しマップに登録してある住所へと向かう。おお、今朝電話してくれた人。水乗り？うちは種類が豊富だからきっと気に入るのがあると思うよ。水乗りみたいな声だな。これなんかどう？アメリカ産の松だからよく燃えるしおすすめだ。おお、アメリカ産。さっきのお店売りは安いけど。物が悪い？難しいな。その後も何軒か回ったが、どれも決め手に欠けていた。こんなに値上がりしてるなんて思わなかったよ。っていうか、キャンプファイヤーなんてそこらの丸太でいいだろう。どうせ燃えるんだから。組木はちゃんとしたものを使うっていうのが昔からの決まりらしいんだよね。伝統か。形が不揃いだと見た目が綺麗じゃないとか、組む時にトゲが刺さるといけないから表面は整えてなきゃダメとか。そんなの木を組むやつが軍手でもつけてりゃ十分だってと。ゴミを説得するのは無理か。だよね。ゴミョウ君そういうとこ特にうるさいし。だったら中で燃やす木ぐらいは安いやつにしたらどうだ。どうせ真っ先に消えてなくなるんだ。なるほど、それなら安く抑えられるかも。あ、体裁だけ整えて、あの中の見えないところはな。とりあえず一旦戻ってこのことを報告しよう。わかりました。では目に見える部分は今まで通り、見えない部分はなるべく安い木材ということにしましょう。それぞれの店の材質と値段をまとめといたから、それに目を通して選んでくれ。スマホで木材の写真を撮り、それに値段などを書き込んであるデータを転送する。もうすっかりその新しい機種を使いこなしてますね。おかげさまでな。確かに慣れればかなり使いやすい一品だった。それってさ、ひょっとして倉賀野さんとお揃いなの？ふっふっふ、どうだ、羨ましいだろ。一部の風変わりなマニアだけが使用しているその機種よりも、ああ、大衆に広く受け入れられているこの iPhone の方がいいに決まっている。iPhone ね、目ね。でもなんかいいね、かっこいいね、普通に iPhone。 あの i でもいいけどね、普通に i でもなんか普通にかっこいいけどな。俺好きだけどな iPhone。 スマホか、最近みんな持ってるよね。うん、さっき君がやってたみたいにその場で資料とか作れるし、いろいろ便利そうだから買っちゃおうかな。それなら私と同じこの機種がおすすめですよ。僕と同じ方が周辺機器なども充実しているぞ。うん、なんといってもシェアナンバーワンだからな。買うならこっちにしたまえ。まあなんだろうね、俺も iPhone 使ってますけど、まあ普通に値段とか、まあ、性能とかさ、なんかこだわりがないんだったらね、Android とかでもいいよな。そこら辺の、うん、安いやつで、うん、確かにそちらは手軽で使いやすいと思いますけど、うん、その分かゆいところに手が届かない欠点がありますよね。なんでここで対立してんだよ。スマホなど簡単に使えるのが一番だ。ごちゃごちゃ設定をいじる必要などない。立脇さんはこの機種の良さが分かりますよね。なんて言ったってお揃いですもんね。ぶっちゃけ倉賀野さんに操作を教えてもらえなかったら結構やばかったぞ。癖が強すぎて。ほれ見たことか。その点僕が使っているこいつはネットで検索すればいくらでも使用方法が分かるからな。まあそれはそう、初心者にはこっちの方がおすすめだ。まあネットで検索するっていう能力があればね。でも最初のとっつきは悪いけど、操作に慣れるとこいつ以外は考えられないというか、もう戻れないというか。おお、そこまでいったですよね。自分の好みにいろいろとカスタマイズできますし、使いこなすと便利すぎて機種変更なんて考えられなくなっちゃいますから。まあまだ買うって決めたわけじゃないから、もしその時が来たら改めて相談させてもらうね。まあスマホの問題は難しいよね、初心者に何をおすすめするみたいな。値段とかもあるからな、うん、機能とかだけじゃなくてね。あんなことでも
会長と副会長はヒートアップするんだな。まあ今回に関してはセラさんもなんかすげえヒートアップしてたよね。ちょっといやいやみたいな感じじゃなくて、水と油っていうか、うん、ほんとソリが合わないって感じなんだよね。気苦労が絶えないな、おまがたも。まあそこは慣れっこだからいいんだけどさ。それより天道界との得票差がさらに開いちゃって、そっちの方がまずい感じだよ。どれどれ。スマホを取り出しリアルタイムの状況を確認してみる。あっちゃー、 7-3 で天道界有利か。これは厳しいな。バンドライブが大きかったみたい。あの時以来どんどん引き離されてるんだよね。まああんなエッチーね、女性陣の天道会女性陣の姿見られたらな、見せられたらな。しかも当日は特別ゲストとして有名歌い手のヒャダルノさんも参加するって話だし、さらに引き離されちゃうかも。ヒャダインさんかな。ヒャダルコみたいになってるよ。マジかよ。あのライブを見せられたら、そりゃ天道会を応援したくなるのもわかる。なるのもわかる。それに加えて有名人をゲストに呼ぶなんて。あー、でもそのギャラは、ギャラ分はしっかり払うってことなんだな、その予算として。あーでも確かにな。こっちの方が盛り上がりそうではあるな、今のところは。とにかく派手だが、投票する方にしてみればわかりやすいことこの上ない。対して月下の方は例年通りに近い形に収めつつのアピールという縛りがある。それ自体は歴史と伝統を重んじる月下らしい政策なのだが、相手が相手だけに今の戦い方ではだけでは厳しいな。よし、それじゃあいっそ敵に学びに行きますか。え、どういうこと。天神平の広報戦略を学ぼうってことさ。おお。というわけで見学に来た。何がというわけだ。お前今回月下指示なんだろ、この裏切り者が。あ、もう月下指示ってことになってんの。まあ俺の話を聞けよ。こら。椅子に座ってふんぞり返っている天神平の頭をポンポンと撫でながら話を続ける。もう撫でられるに弱いのか。いくらなんでも今の得票差は圧倒的すぎる。それだけ私たちの政策を支持してくれる生徒が多い証だ。何か問題があるか。そこに問題があるわけじゃない。ただこのままだと一方的に殴ってるだけになるだろ。お前だって弱り切ってる敵にとどめを刺すのはためらわれるだろ。ある程度は競い合ってその上でねじ伏せる方が天神平の好みかと思ったんだが。うむ。春日ちゃんの性格をよくわかってるわね。こう言われたら話を聞くしかないもの。ハートね。くそ、裏切り者のくせに確信をついてくるじゃないか。まあ確かにね、お互いにもういい、こう何、学校のにとっていいものっていう意味で拮抗してた方がいいよね。今のままだとさ、新しいアピールをするよりこのまま何もせず見守る方が得策になっちゃってんだよね。他にもいろいろと楽しそうな案があったんだけど、そのカードを切るタイミング逃しちまってるっつうか。それはそれで贅沢な悩みだね。楽しそうなか。何も手加減しろという話じゃない。むしろその逆で、全力で叩き潰すために相談に乗ってほしいんだ。自分と戦う敵を育てるのか。おう。はは、随分と水凶な話だが、まあいい。ミホークスタイルね。ゾロを育てるミホークみたいな。お前の言うことも一理ある。せっかくみんなで出し合ったプランを出せないままではモヤモヤするのも事実だ。やっぱりこいつはこういうすっきりした性格なんだな。さすがは希代のカリスマ、堂々とした態度に惚れ惚れするぜ。まあ扱いやすくもあるけどな。その分、それじゃあちょうどお湯も沸いたことだし、みんなでお茶にしましょう。あ、お構いなく。焼きたてのスコーンもあるの、遠慮しないで食べてね。焼きたてが一番美味しいですもんね。それじゃいただきます。君ってほんと物落ちしないよね。私なんてさっきから緊張しっぱなしだよ。まあ3-7だからな。みんなの憧れのカンナ先輩が目の前でお茶を入れてくれて、うん、はあ、ダメだ、震えてきた。ゆずきさん、
まあみんなの憧れのって言ってるけど、あなたもよ。裏では借りてきた猫のように小さくなってしまい、いつもの元気さはすっかり鳴りを潜めている。駒形でも緊張とか遠慮とかするんだな。さすがカナカナ競争、そのオーラ半端ないぜ。それにしても、月下界の制服を着た駒形が天道界にいるこの絵面って何気に面白いかも。まあ逆もまたしかりだろうけどな。こういう時は遠慮なく食べる方が作った人としては嬉しいらしいぞ。そうよ、ミザノリくんなんていつもたくさん食べてくれるから、とっても作りがいがあるの。うまっ、はや、うまうまっ。ふご、相変わらずてめえは汚ねえな。両手で持つなよ、誰も取りゃしねえんだから一個ずつ食え。それじゃ茶を飲みながら話をしようか。うん、楽しそうだな、こっちはこっちで。というわけでね、ダンスコンテストも一緒にやっちゃおうって話になったのよ。すごいね、広がってるね。そうだったんですね。いきなり月下の広報戦略を頼むと丸投げにもいかないので、今後予定されている天道のアイデアを聞いているところだ。こういうことを包み隠さず教えてくれるのは正直驚いたが、このおおらかさもまた天道界の強さなのかもしれない。姫は欲張りだからな、面白そうなことは全部やっちまうんだ。その分現場は大混乱だけどね。だろうな。心配するな、その辺は全部カナが調整してくれるのだ。なんとでもなるさ。おい。まあいい参謀を持ってて、まあいいんだろうけど。なるほどね、まあルフィスタイルね。よし行くぞーみたいなね。あー、まあでもあれだよな、あのナポリタンのさ、そのゆるキャラみたいなやつ作るからな。ちょっと暴走するとやばいな。もう春日ちゃんたらずるいんだから、そう言われたら頑張るしかないじゃない。すまんすまん。そういえば歌い手の人を呼ぶって聞いたんだけど、おう、どういうきっかけだったの？実は内緒の話なんだけど、あの人さ、うちの OG なんだよ。おー、マジか、つてがあったの。そんな話初めて聞いたよ。プロフィールとか非公開だから公には分からないと思うけど、そこはほら、拙者がちょっとゴニョゴニョした時に判明してさ。ゴニョゴニョね、ゴニョゴニョってなんだ。趣味の件でいろいろ調べてた時に、ちょっとパソコンを把握的というかなというか。おーい、言葉を濁したところを見るとどうやらギリギリの部分らしい。まあ今はそこには触れまい。触れなくていいの？ま、そこまで分かればうちの番ってね。知り合いのつてをたどって連絡先をゲットしたわけよ。で、交渉はカンナさんにバトンタッチ。この学園の卒業生だから生徒会制度のことも熟知していたし、運がいいことに在学中は天道会を支持してたらしいの。おー、まあそうだろうな。なんかその歌い手とかだったら月下界よりもまあ天道界にいそうでもあるよね。だから今回バンドでダンスパーティーをしたいと伝えたら、あっさり OK をもらえたのよ。出演料も OG ってことで特別価格にしてもらえたからな。予算的な問題もクリアできた。すごいチームワークだね。ね、こっちはな、こういう人のパワー、マンパワーがあるからな、月下界と違って。でも私たちはそれぞれの得意分野に特化しすぎてる感もあるの。まあね。だから苦手なことは放っておくっていう問題もあるのよ。苦手なことをわざわざやる必要なんてない。第一、そんなのは楽しくないだろ。そうっすよね。まずはうちらから楽しまなきゃダメっすもんね。拙者たちはこんな感じでやってるけど、月下の方はどうなの？私たちはクラガノさんもゴミョウくんもそれぞれ優秀だから全部に手を出しちゃって仕事がどんどん増えちゃうんだよね。まあそれをさばけるユズキさんも有能ってことになるけどね。例えば同じ見積もりを取ってたりとかあるし。じゃあいつも残業しっぱなしか？ううん、クラガノさんって門限があるような厳しいお家の人だから毎回時間ぴったりに終わるんだけど。なるほど、やり残した仕事は次の日なりにするわけか。あ、するわけか。それでこの前も昼飯食えなかったんだな。得意なやつに得意なことを任せとけば別の時間も取れるだろう。うん、
間抜けとしか言いようがないな。まあ確かにな。こう一人の作業量がね、カツカツだからな。それをこなせちゃうっていうね、ところもあるけど。分かっちゃいるが、それができない人だっているんだよ。責任感が強い人ほどそういう傾向にある。自分がチェックしないと安心できない的な。ドーンと構えて指示だけを出し、部下には好きにやらせる理想的な上司だが、これができる人はなかなかいないぞ。そうか？任せとけばいいだけだろ。それで失敗したら、任せた責任は私にあるからな。その時はその時で考えるさ。うん、この子は自分がいかに優れた能力を持っているのかを自覚していないのか。そのタイプ、ルフィタイプだ。やれやれ、参ったな。これはハルヒちゃんの凄さを実感しちゃったのね。人の器とよく言うけれど、とっても大きいでしょ。ちっちゃいのにね、大きいね器は。しかも本人が天然なのが困ります。ついでに言うとそれを、ついでに言うとそれをサポートしてるメンツも優秀ですしね。アイデアマンでトップにドーンと構える天神平と、それをサポートするカンナ先輩、そして実行部隊で行動力があるミザノリとビッチさん、それに対抗するのはかなり大変だぞ。本当になんか回ってる感じがするよね、組織が。よく今まで引き分けに持ち込めてたな。クラガナさんが頑張ってくれたのもあるけど、一番の理由は月下を支持してるというよりは天道に反発した票が流れてきた感じ。ごめんね。気にするな。新しいことをやろうとすればそれに反発するやつがいるのは納得済みだからな。まあな、本当に器がでかいなこの子は。うちらノリと勢いでやっちまうとこあるから、時々やりすぎんだよね。そのあたりのバランスさえうまくいけばいいんだけど。なかなか難しいでござる。ああ。面白そうなことは片っ端からというのが姫の良さでもあるわけだし。やっぱりみんなすごいんだね。いろいろ考えてたりしててさ。そういうお前もなかなかのものだと思うが。あら、ハルヒちゃんがこんな風に人を褒めるなんて珍しいわね。私なんてみんなに比べたら何もできないよ。何もできない？冗談じゃない。トルコライスの時、そして今回と、二度もこっちが欲しくて仕方ないカードを手に入れているだろう。おお。そう言って俺をチラリと一別する。本人の能力が最弱でもお前は最強の助っ人を増やしていける。おばちゃんなんてその主たる例だ。なるほどね。そうよね。あのクラガノさんがあなたのことを大事にしているだけはあるわよ。まあでも確かにこう人を引きつける魅力じゃないけど、まあそのカリスマっていう意味とはちょっとまた別ベクトルで、なんかこう助けたいみたいな、こうなんていうのかな、力になってあげたいみたいな感じの魅力はあるよね、ゆずきさん。姫とは別の感じで、ゆずきっちは人を引きつけるんじゃねえすかね。立ちとかも多いし、頑張ってる姿をやっぱ見るとっていう感じだよな。そうかな。そんなに褒められるとなんだか背中が痒くなってきちゃったよ。おー、アナザービュー。さーてさて、来ました天道会。今日はノリに乗ってる天道会に突撃取材してみるぜ。いやー、まあどうしようかな。ちょっとこれ撮っちゃうとまた40分ぐらいになっちゃうんで、ここで終わっときますか。ちょっと最近ね、長く撮りすぎなんだよな、1時間近い動画を。はい、なのでまあちょっと今回も35分ぐらいになったけど、ここで終わっとこうかなと思います。次回はこの DJ が乱入してきて、さあどうなるのかと。ゆずきさんもね、もちろんいるわけなんでね、さあどういう絡みになるのかお楽しみに。それではバイバイ、あざしゃー。